平野仕様のグルテンフリー告白、トップアイドルの新たな食生活が明るい未来へ。日本のエンターテインメント界において、トップアイドルであり、俳優である平野仕様26が、その食生活に関する新たな展開を示唆しています。 平野は8月22日に行われた YouTube 生配信で所属する戸部ファミリーとの食事会について報告し、その中で小麦アレルギーとグルテンフリー生活について言及しました。この驚きの告白にはファンや業界関係者からも注目が集まりました。平野市用のグルテンフリー生活。 元 V6 のメンバーで、現在は戸部所属の三宅健44が率いるファミリーの一員として活動する平野市要が食事会での驚きの告白をしたことでファンたちを驚かせました。三宅健は戸部ファミリーとの食事会で平野が小麦アレルギーであることやグルテンフリーを心がけていることを明かしました。 食事会の席順はスタッフによって決められ、三宅の左右に平野と神宮寺雄太25が座り、平野の隣には平野に憧れるイムプエの佐藤新22が座ったと言います。三宅は平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べれないのを全部新君にあげてた、と微笑ましく回想しました。 三宅は、さらに、平野のグルテンフリー生活について興味津々で、平野がグルテンフリー気をつけているって言って、だから、食べに連れてってあげたい餃子とかあるんだけどさ、餃子もダメじゃんと言いながらもグルテン抜くと調子良くなったりするとも聞くから、ねと驚きを示しました。食事会は、中華料理店で行われ、三宅によれば、平野は、 小麦粉系が入ってないやつを食べてた、とのことでした。しかし、ファンからは、え食べてたよねうどんもパンも食べてたの見たことあるけど、などと驚く声が相次ぎました。小麦アレルギーとグルテンフリーについて。ここで、小麦アレルギーとグルテンフリーについて、医療系ライターが説明します。小麦アレルギーは、大人になってから発症するケースもあれば、 子供のうちに発症し、成長とともに改善してくることもあるとされています。平野さんは過去にテレビでうどんやパンなど小麦粉を使った食品を摂取している姿を見せていますし、インスタグラムのストーリーズで小麦アレルギーについてもうなくなってきてると回答していた、との情報もあります。したがって、常時気をつけなければいけないわけではないようです。一方、 グルテンフリーとは、小麦に含まれるグルテンを含む食品を摂取しないライフスタイルを指します。これはもともとはセリアックや患者向けの食事療法でしたが、美容意識の高い海外セレブや日本でもローラさんやガクトさんなどが抗原しているように、肌質や体質の改善に寄与するとされています。ただし、徹底的にグルテンフリーにすると、 調味料なども含めて制限が多く大変な面もあります。したがって多くの人がなるべくグルテンを摂取しないように心がける傾向があります。平野の使用のグルテンフリー生活から見えるもの。 平野の仕様は過去にもグルテンフリー生活について言及しており、肌の調子を整えるために取り入れることや、ドラマ撮影中は徹底してグルテンフリーの食事をせつることを明かしていました。通常は気にしないこともあるかもしれませんが、仕事に集中する際には食生活に気を使うことがあるようです。最近、 平野さんは新しい楽曲の制作が進行中であることや、飛べからのデビューが秒読み状態であることが報じられており、そのために肌や体調の調整が必要であった可能性が高いです。ファンの前でより引き締まった美しいボディを披露する日も近いかもしれません。結論。平野仕様のグルテンフリー生活の告白は、ファンにとって新たな驚きとともに、 彼の健康と美容に対する真剣な取り組みを示すものとなりました。アイドルとしての成功と俳優としての活動を両立させるために、食生活に気を使うことは、彼がさらに輝きを増す一員となるかもしれません。今後の彼の活動から目が離せません。彼の